北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会は日本の市民団体。北朝鮮による日本人の拉致被害者を救出する目的で結成された。通称はスクー会。会長は西岡地から。1997年1月21日、脱北した北朝鮮元工作員の証言により、 北朝鮮が国家として1977年当時中学生だった横田めぐみを拉致した事実が発覚1997年段階で彼女が平壌で生きていることが明らかになり家族は実名を公表して救出運動を行うことを決断同年3月家族会が結成されたその家族会を支援するために 各地で救出組織が生まれた。救う会は北朝鮮に拉致されたすべての人々を救出するための日本国内の救出運動団体の総称である。救う会は1998年4月より活動を開始した。法人格は取得しておらず任意団体として活動している。大学教授などの有識者や朝鮮半島関連の研究者も参加している。 また、与野党の国会議員で結成された北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟とも連携して活動を行っている。初代会長であった佐藤勝美は思想や立場の遺憾を問わず北朝鮮に拉致された日本人を救出することに同意する人なら誰でも参加できると述べている。2008年7月3日、 体力の限界を理由に、佐藤勝美が会長を退任し、名誉会長職就任の要請も断った。役員会議は、当面の人事案として、藤野義明会長、西岡力会長代行という体制で行くことを決定した。2010年3月28日、会長代行、西岡力が、救う会会長に選任された。救う会では、 政府認定の拉致被害者17人のほかに、寺子志祥寺、寺子志祖寺子志武氏、大住健三、福留紀美子、加藤久美子、古川良子の7人を加えた24人を拉致、認定している。また、北朝鮮による、拉致被害者は100人に迫るものと想定している。スク役員、年月現在現在、都道府県に、 以下の36加盟組織を有する。北海道、青森、岩手、秋田、福島、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨岐阜、新潟、柏崎、富山、石川、福井、愛知、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、鳥取、広島、山口、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分。 宮崎青年の会2002年9月の小泉純一郎首相の北朝鮮訪問同年10月の日本国政府認定拉致被害者5名の帰国を受け救う会に対し失踪者のいる家族から自身の家族の失踪と北朝鮮による拉致との関連を疑う問い合わせが多く寄せられるようになったとりわけそれまで北朝鮮による拉致被害者として 全く把握されていなかった行方不明者、蘇我瞳の生存と帰国は、失踪者のいる家族に強い衝撃と、かすかな希望を与え、自身の家族もあるいは、北朝鮮に拉致され、かの国で生きているのではないかという思いを抱かせる、ことになった。一方、救海が、失踪者のデータベース化を進める過程で、などの際立った傾向を示していることが確認できた。 これにより、失踪者問題の深刻さと拉致問題との関わりが、改めて浮き彫りになったが、それだけに、失踪者を公表するだけして、あとは知らないという姿勢は許されないとして、救う会では、こうした家族や関係者から問い合わせのあった、北朝鮮による、拉致の可能性を完全には、排除できない失踪者の調査を行うこととした。2002年12月30日、 失踪者に関するこのような調査活動を救う会から分離し翌年1月10日特定失踪者問題調査会を正式に発足させた救う会が国民に対しあなたにもできることとして着用を呼びかけているブルーリボンバッジ家族会と救う会が2019年2月17日に東京都の友愛会館で開いた全国幹事会で採択した 今後の運動方針の重点項目は以下の4点である。ブルーリボンの普及アニメ、恵みの学校上映の拡大被害者一人一人に思いを寄せる活動、平成14年の北朝鮮の主張の問題点に関する学習と啓発3については、具体的にはの反布や紹介であり、また被害者の思い出パネルを作成し、各地で展示も行っている。 2019年2月の全国幹事会で採択された運動方針は以下のようなものであった。日本政府及び世論への訴え国際連携の強化北朝鮮内部への働きかけと情報収集活動政府未認定拉致被害者についての取り組みなど右翼の活動か、時には暴力団員や新宗教団体関係者などが活動に参加するケースもある。 国民運動団体を目指して活動するため、特に運動を始めた初期からの会員は、元共産党員などの転校者が多いことと、右翼団体の構成員が同居しており、これが原因で内部分裂に陥った地方組織も存在する。元会長、佐藤勝美によれば、西岡地から、島田陽一、松本照明らが、寒波比で飲食しており、救う海。会 家族会で問題になっている。元会長、佐藤勝美は2008年6月16日に電子メールで平田龍太郎事務局長に西岡力が外国に行くときビジネスを使っていると活動家から聞いたが本当かと問い合わせたがその返事は未だに来ていない。元会長、佐藤勝美の会長会人劇はその2週間後に起きた。 家族会の増本が、スク会の、平田龍太郎は、家族会の会計監査であり、両名が異を通じれば、会長が知らない間に、国内は、グリーンじゃ、航空機は、ビジネスクラスを使用できる仕組みになっていた。元会長、佐藤勝美によれば、スク会の中で、三重、奈良、島根、徳島、秋田が半主流に属する。半主流勢力と、西岡地から、 マスモト・テルアキが連合して佐藤排除に動いた。佐藤を排除しなければ、彼らが、スク会というブランドを使用できなくなる。また、スク会は、主流、反主流とも、家族会の人気に依存し、運動を進めている集団である。元会長、佐藤勝美によれば、西岡地から現会長は、平田龍太郎事務局長と共に、横田茂元、家族会代表。 増本照明テルアキ事務局長に身を寄せ、組織内部で佐藤勝美の意見を抑えてきた。元会長佐藤勝美によれば、横田茂は NGO レインボーブリッジの小坂博之としばしば飲食をし、運動の内部情報を小坂を通じて北に流している。佐藤は激怒し、横田茂を家族会代表から更迭すべきと主張したが、西岡地から現会長と、 平田龍太郎事務局長は、そんなことはできないと頑強に反対した。佐藤勝美は、西岡地から玄会長と、平田龍太郎事務局長が、横田茂を辞めさせられないから、北に甘く見られるのは当然だと述べている。元北朝鮮工作員や諏訪木信は、自分が、マスコミに出る、際のギャラはほとんど救う会が受け取っていたこと、救う会側に頼まれて、 白紙の領収書にサインしたことも何度もあったと述べている。救う会はこれを全面否定している。佐藤勝美元会長と西岡地から現会長は、ある特殊家から佐藤勝美に渡った1000万円の使途をめぐる疑惑発覚当時、情報収集のために使ったと主張していた。そのうち970万円は北朝鮮、元工作員安脇神に渡ったと説明し、 領収書も明らかにしていた。しかし、週刊新潮2006年10月12日記事、救う会を特捜部に告発する。告発テープによれば、安脇信は次のように述べている。一千万円は間違い。一千万円というのは嘘です。領収書について、安脇信は次のように述べている。内容もわからないものに、サインをするのは、 絶対に嫌だと言ったが、結局、金額も何も記していない紙にサインをして、渡してしまった。西岡さんはこのことは言わない方がいいと言っていた。救う会はこの記事を全面否定している。同会のホームページには、平成14年から24年までの決算報告が掲載されているが、勘定科目の中に、いくつかの支出が合算されて計上されており、 それぞれがいくらなのか不明である。例えば、平成24年決算報告には、国際活動費が969万8360円と、出ている。微考欄を見るとこれは、外国派遣、商品、通訳、翻訳費、情報収集費からなるようだが、それぞれがいくらなのかわからない。外国派遣、情報収集とは何を意味するのか不明である。 平成19、20年、決算報告には、雑資質として、それぞれ106万3100円、212万2772円と、記載されているが、雑資質の意味が記載されていないので中身は不明である。雑資質という項目の微行が、再び、雑資質となっている。備品費、消耗品費、手数料、旅費交通費、通信発送費、印刷費、 手数料という勘定科目は別に記載されているので、これらに相当しない雑な支出をしたことになる。平成14年、決算報告では、雑支出は、微考欄で、振込手数料と記載されていた。平成15年、決算報告では、手数料という勘定科目が新設され、そこに、振込手数料が入っている。平成15年、決算報告以降、 平成20年、決算報告まで、雑資質という勘定科目の備考欄は、雑資質と記載されているだけなので、中身は不明である。平成21年の雑資質の備考欄には、弁護士費用、軽症費、雑資質とある。平成22、23年、決算報告の雑資質の備考欄は、軽症費等になっている。同会の規約が、 ホームページには掲載されていないので、カンパやバッジ販売で得た資金を誰が、どのような権限で、どんな支出基準により配分しているのか不明である。メールニュースには、米国や韓国を、同会の取り組みとして訪問した、役員名が明記されているが、誰がどんな権限と基準で、海外派遣や、情報収集を決定しているのか不明である。情報収集の結果、 どんな情報が得られているのかについて、ホームページやメールニュースには説明はない。メールニュースによれば、同会は拉致された可能性のある人物の写真を入手しているようだが、それが決算報告に記載されている情報収集の結果なのかどうかは不明である。情報収集という語の定義が決算報告にはない。支出に関する規定が、 同会に存在するかどうか、不明である。支出規定が存在しなければ、ある支出が適正になされているかどうか判断、できないから、通常の企業や法人で行われている、会計監査は困難である。財務諸表が作成されていないなら、会計監査は成立しない。佐藤勝美がなぜ会長を解任されたのかについて、同会からの説明はない。会長など、 役員の解任規定が存在するのかどうか不明である。同会に大使官派の使徒や資金、配分決定権限の所在の情報開示を要求する制度については、ホームページには掲載されていない。同会はメールニュースで平成11、12、13年の決算報告を配信していた。平成15年末には退職対象表をメールニュースで配信していた。 現在のホームページの決算報告の欄でこれらが掲載されていない理由は不明である。退職対象表はその後発表されていない。平成14年末には財産目録をメールニュースで配信していた。財産目録はその後発表されていない。平成14年決算報告までは寒波の口数が記載されていた。その後の 決算報告では、寒波の口数は記載されなくなったが、理由は不明である。平成15年、決算報告以後、国際活動の中に、情報収集という項目が入るようになった。それまでの、決算報告には、この記述はない。平成14年までの、決算報告とそれ以後の、決算報告は、感情科目の内容が多少異なっているようだが、 言葉の定義がどこにもないので詳細は不明である。ありがとうございます。